事業、これを継続していくっていうことで、で先ほど来言うと、いわゆる民間だとかそういう発言が出てくるから委員さんの中にも誤解されている方がいらっしゃるんです。で本来先ほどシルバー人材センターのこともありましたけど、事業としてそのままやったらそれだけ民間で考えるとね、赤字が出る事業なんですよ。それを 市で市民のために安価で安心できるように継続していくためのある意味協力会とか市と共同して、私たちがじゃあどうやったらいいか担っていきましょうっていうご提案だったと思うんですね。でだからで総裁全総連の話がありましたけど、なぜ全総連が出てくるかというと、全総連の目的の中で消費者保護の観点に逆して適正な事業活動を行って消費者が安心して創生サービスを受けることができる環境を整備するっていう事業目的があるんです。だからここ の市内の総裁事業者が我々も町田市でずっとやってきて、そういうなかなか市ができない部分も含めてですね、自分たちも、まあ、ある意味ボランティア的なそういう考え方で市に貢献していく、そういうことで、私たちができることっていうことで話し合いが行われてきたわけですよ。だから民間事業者じゃないんですよ。でもっと言えばシルバー人材センターさんは確かにできないと思いますよ。だって今まで365日お正月とかも休み、その時にシルバー人材センターさんに相談できなくて迷った人たちはどこを頼ってたかっていうことを要因ってことですよ。で今回新型コロナウイルス感染があって、感染して亡くなった方、そのご遺体を総裁をしてあげ、なんとかしてあげたいって言って、その市の事業だから、市の事業所だから相談したけど、それを受け付けてくれなかったんじゃないですか。それを担ったところはどこかっていうところですよ。本来市がやらなきゃいけないことを。で、狛江市さんなんかは民間事業者だって言っても、そういう新型コロナウイルスのご遺体を扱ってくれていたが、後からになったけど、そこに支援金を出してそれでそういった市の役目を果たしたわけですよね。でそういうことがシルバー人材センターさんの中でそれはできないでしょう。そういう理由があってシルバー人材センターも私たちはとてもじゃないけど、さっきの事業費の話だけじゃなくてできないから、市民のそういったことを担っていくためにはどうしていけばいいかっていうところですよね。でだからそこのところをね、目的をもう一回ちょっと考えてほしいのと、さっき村松さんがおっしゃるようにやっぱりこれは市がもう少し関わっていかなきゃいけないと思いますよ。これは協力 してくれてるんですから、それは民間事業者に補助金を出すとか民間事業者に仕事を出すレベルじゃないんですよ。だからそこのところを言わないと市民の皆さんと勘違いされてさっきみたいな議論になってしまう。そこをもう一度確認したいのと、あと私が聞いてる限り組織の在り方っていうのは、総裁事業者さんがそれはいろんな面でノウハウを持ってますからコーディネートはしていきますけど、成果さんや印刷さんや運送さんはこう並列だって聞いてます。そこの中の協力会を作って、行って、それで市から代表電話から代表電話ホームページから受け付けるところは総裁事業者さんじゃないですよね。別にちゃんとこうそれぞれの組合さんに流すようなシステムを作ろうとされてるじゃないですか。なんで総裁事業者さんの組合じゃなくて、そういう協力会っていう位置づけをしっかりそこのところは話し合われると思うので、そこのところもしっかり説明してほしいし、どうやったらそれができていくのか。ただその協力会を作っていくっていうのも本当に大変なことなんですよ。言ってみれば、まあ、最初はもうこれは協力会としても赤字を覚悟してみんなが負担し合ってやらなきゃいけないねっていう今状況ですよね。そういうところも含めて目的とその作っていただく組織の目的とそれと市がそこには責任を持ってお願いするんだから、
そこはあのそういう意味で関与していかなきゃいけないと思うんですけど、そこもう一回お伺いしたいと思います。福祉総務課担当課長、はい、あの今、まあ、藤田議員の方からあの説明いただきましてありがとうございます。あのなかなかあの私がちょっと表現できない部分も言っていただいて、であの私はもうあのここで、まあ、その話が出来上がって、であのまあ何ていうか仕組み的にも非常にその市内の事業者が協力してっていう部分、それからあの今までのその事業の、まあ、趣旨を組んで市民のためにということで、それとあのビジネスの話をしてるんじゃないような、まあ、雰囲気の中でされているので、そこはあのしっかりと関与してあの何でしょう、関わっていきたいと思ってます。あの、うまく、まあ、立ち上がって、であの出来上がって、で一回、まあ、立ち上がったのが最後じゃなくって、それからもあの運営をしながらあのこういろいろと変わっていったりとかすると思うんですよね。でそういう時にもそこを見れるような立場で、まあ、いないとあのダメだと思うんで、それら辺についてはあの引き続きですね、あの関わっていきたいと思ってます。